皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間小林千夏が出ているわけではございません。早くない？もう今日8月28日、2023年ね、8月28日の週からのオンエアの分になります。もうさ、一応暦で言うともうちょっとしたら秋に入るんですけど、なかなかね、セミは鳴くし暑いしっていうところでございますけど、皆さん今年の夏はどうなったのかななんていうお話も勝手に聞きながら、勝手に画面の向こうの方にインタビューしながら今日は進めていきたいと思います。それでは一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、皆さんお帰りなさいませというところで、今日もね、私小林夏お一人でお話をしていこうと思います。お一人様会でございますが、ね、冒頭にもお伝えいたしました、なんか今年の夏どのように皆さんお過ごしでいらっしゃいましたかというところでございますけれども、早いですよね。なんか今年明けて春が来て、ゴールデンウィークからこう夏終わりまでってあっという間じゃないです。なんか瞬きしてる間に終わってしまうんじゃないかっていう感じでございますけれども、まあ私もまだね、子育て真っ最中というところなので、まあ、夏休みになると朝昼晩、朝昼晩、これ何か分かりますか？そう、ご飯これが来るわけです。何かというとね、やっぱ学校があったりするとやっぱお昼ないわけでございますですねお昼ないで結構ありがたいことでもあるんですけれども、どうなんだろうね、まあまあ、まだまだお子さんがすごい手がかかってすごい小さいねお子さんだったりすると、まあママさんも基本なんだろうね、ワーカーさんで保育園とか預けてなければずっとね、お家で見ているっていうところになるので、もう本当に子ども中心の生活で回っていくので、まあそういうね、ご飯のことっていうのはもう生活に組み込まれている中で過ごしていかれると思うんですけれども、まあ、ある程度小学校入って、まあ、中学校、まあ、高校ってなっていくと、まあね、それぞれもうそんなね、構うこともなくいろいろなことできていくんですけど、まあ、こればっかりはね、食べないっていうわけにいかない。逆に毎日学校で決まった時間に食べてるんで、自然とお腹が空くっていうところでございますけど、いやだからね、みんなどんなメニューにしてるのかなと思うんですけど、まあ朝昼兼用なのか、もう本当に昼とかね、こんな暑い時火とかね、あんまり使いたくないので、まあ、使うってなるならば、まあ、そうめんみたいな、もうさ、もうそれにご飯までつければ炭水化物みたいなね感じにはなりますけど、いやーどうなんでしょうね。なると今ちょっとこうお弁当買ってくるとか、もうちょっと食べ行こうかってなると、また出費もね、そりゃね、変なもんですよ主婦って。ある程度ね、お友達とはちょっと高級なランチ食べてみたりはするんですけど、これがね、家族ってなると1人が2人、2人が3人ってなるとね、やっぱちょっとお安くってたくさん食べれるのいいななんて思うんですけど、まあ世間は平日大体そのランチメニューっていうのをやってくださっているので、まあお腹を満たすにはいいかなというふうに思っております。そうですね、先日うちの娘がその某、まあ、市民プールってあるじゃないですか、そこに行くって張り切ってね行きました。そりゃもうめちゃくちゃね、その連日猛暑、もう40度近いよっていう、ね、ニュースでも流れていた時期があったんですけれども、その中にで行って帰ってきたら案の定ですけどね、もうここラッシュガード着てるんで袖とかは全然ね、腕とか焼けてないんですけど、やっぱり高い部分、頬と鼻真っ赤っかで帰ってきまして、そんなにね、なんだろう、お昼間から行ってたので正味多分ね 3,4 時間ぐらいだったとは思うんですけど、それ焼けますよ。
ねえ、なのでもうやっぱり言ってました、もう今年は行かなくていい、毎年ね1回行ったらいいみたいな話をしております。はい、なのでまずもう戻ってきたらまずパックしなさいと言って、パックをしてもらって、あの日焼けは基本まあ火傷とも言いますけど乾燥すごくするんですよね。なのでもうお肌に悪いんで、まあ顔洗ってパックして、ちょっと保冷剤かちょっとそういうもので少し冷やしてあげて、それをまあ何回か繰り返すと、まあ翌日もねそんな別に赤みがバーッと引くわけではないんですけど、その何、昔はもう本当になんかさ焼けて皮むけてみたいな、そういうのを繰り返し自分とかやってきたんですけど、それよりは先にね何かがこう予防できるのであれば、そういうふうにパックをして冷やして、まあ皮がむけるにしても本当にさらっとむけるのか、ムラなくむけるのか、こうね若いうちはさこれ大体ある程度の年齢からいた方は分かると思うんですけど、やっぱそんなことあんまり考えないわけですよ。友達とプール行って海行って楽しいみたいな感じですけど、あの火傷なんでね。でもねそういうね蓄積されたものが、私もよく言われてました、それが忘れた頃に出てくるんだっていろいろそのシミとかそばかすとかね、やっぱりこのシワって年輪って言ってね、まあ、いい言い方もしますけど、やっぱりこれもすごく乾燥から来るみたいで、だから同じ年齢でもやっぱりすごくあの手をかけてる人、そのすごくゴシゴシとかそういうことじゃなくて、ちゃんといたわってすごく気にかけてる方と、やっぱりあんまり気にかけてない私とでは全然違う。もともとの肌質っていうのも持ち合わせてる体質ももちろんあるんですけど、そこ全然違ったりするので、今になると、まあ、結構無頓着なんですけれども、私もやっぱりね美容に興味があって好きな人、そのメイクじゃなくてそのスキンケアとか洗顔をした後に化粧水つけて、なんかもうどんだけ塗るねんぐらいのなんか工程ありますよね、まあ、そういうのやっぱやってる方っていうのはやっぱり塗ってるので、やっぱりなんか保湿になってるんでしょうね。その塗る量がどうとかちょっと詳しいことはわからないんですけど、やっぱりでも一番言われるのは乾燥が一番良くないって、本当にこれはね若い頃からよく聞いていたんです。あとまあ日焼け、だからまあメイクしなくとも日焼け止めは塗った方がいいよとかね言われる、これなかなかねプレゼントしてもらって、その次の日はちゃんとつけるんですけど、どうもその何でしょうね、やっぱりなんかねまあまあ面倒くさいというので済ませてるんですけど、本当はなんかねその方がいいんでしょうけどね。だからできるだけあの外出るときは一応傘はね差すようにする、まあ、その傘もさあの何日傘と雨傘兼用じゃない傘だから、雨傘だから多分すごい紫外線通してるとは思うんですけど、いや あのね日は一応カバーするのでね、まあ、いいんじゃなかろうか、まあ、それをねアドバイスしてくれても行うか行わないも本人の判断なのでね、あとはね自分でちゃんとあの時言われたことやっとけばよかったなって思うのはもう私自身でございますけれど、でも本当にねやっぱり綺麗にお手入れされてる方、まあ、本当にあのきめ細かいよね肌が、そのもちろん元々の何回もか肌質ってあるんですよ。その脂っぽい人もいれば乾燥をするとか、そのここは油っぽい、鼻は油っぽいけど頬は乾燥するとか、それが混合型っていうのかな、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、いやでもやっぱりね手かけてる方違う。で年齢出てくるとよく言われるのが、まあお顔とかは髪の毛こうバーッと詰めたりすると、まあ、ちょっと伸びるんでね、どうにかカバーできたり、今世間にはいいですね、お手頃なワンデーでいろいろ何か注入するとか切ってあげるとかいろいろそういうのもありますけれど、やっぱり一番難しいというか、もうここが一番年齢出るかなと思う、首とね手、首と手はねこれは本当にすごくあの、まあ、そういうふうに私が人のことを見るからかな、だからこそ自分も見るんですけど、やっぱり年齢とともに首ってそのもちろんね引力で、ね皮膚って下がってくるのでね、その20代の頃は全然気にしてなかったですけど、でもある時からずっと気にしだす、やっぱりねこう
たるんでくるという言い方、下がってくるからね、なんでしょうけど、だからお顔はみんな結構するけど、だからよく化粧水とかなんかここまでみんな塗ってたりとかするみたいですね。なのでお首も気にしつつ、手っていうのもすごい出るみたいなので、まあ手こそね保湿はすごくしてもいいと思います。水仕事とかするじゃないですか。なので、で今は夏なんで水仕事してもそんなに乾燥ってないかもしれないんですけど、ちょっと朝晩寒くなった時期とかになるとちょっと水仕事すると、これも体質によると思うんですけど、すぐ乾燥する人とかも出てくると思うんですね。あとは、まあ、食器用洗剤、今本当にね油物をもうさらっと落としてくれるので、まあ、それぐらいちょっとまあ強いものが入ってるんでしょうけど、私は結構肌にそれが手には弱いんで、いつもこう水仕事するときはちょっとだけ手袋をしてやってるタイプなんですね。だから夏とか関係なくね、もうあるの手袋もさ、早く買い替えれば、あ、もうちょっとやばいなって、もうここちょっとやばいなと思ってるときあるんですけど、それもね、あ、また行ったのに忘れてきたっていうパターンが多くて、買い物に行ってもう仕方なしに人差し指だけ水入ってきてる状態で使ったりするわけですけど、もう限界という時には、まあ、素手でねスポンジ持って洗うんです。もうそれだけでもちょっとやっぱりちょっとに肌がね、手の皮膚弱いみたいでちょっとダメな感じなんです。本当にハンドソープでもちょっと難しいって感じなので、人って分かんないですよね。かといって体はね全然ボディソープとか全然大丈夫なんですけど、なんかねそういうのもあったりするので、まあ、保湿とかね、できれば水仕事できるときはなんかね手袋使い捨てでもいいのに、なんかちょっとしてみるとかだけでもなんか防止できるのかなと思いますね。いや首とかをそのどうしたらこう鍛えられるってよくありますね。なんか上を向いて下唇で上唇こうなんかちょっと顎出てるみたいな感じですけど、こう舐めるとかするといいとかね、いろいろ聞いたこともあるんですけど、もうなんかそれよりも顎の方が出るんじゃないかと思って結構ねやめてたりありますけど、今でもすごく便利で、まあ、YouTube 行くと、まあ、いろんなセルフでできる美容方法とか、まあ、ストレッチとかあるので、なんかねそういうものをこう隙間時間にご自身でされるのにはとってもいいのでね、ぜひ行っていただきたいなと思います。まあね女性だので時間とお金に余裕があれば、それはね一回うん万円の全てねしてくれると、それはそれは行きたいですけど、なかなかね高価じゃないですか。で誰でもそのこう、はい、ね、なんかなんていうの、直接触ってもらうのにこうやっぱりね心許せる人が良かったりとか、すごい上手いエステティシャンの方がいいとかね、いろいろあると思うんですけれども、まあねなんか1年に1回とか分かんないですよ、まあ、それもお値段によりますけど、なんかご褒美で行ってね、それかなんかの前に行ってとかいうのもいいと思いますし、まあそういう行ってやっぱしていただくっていうのも何かこう気持ちの変化があったり、きっとそれでなんか疲れてたりとか、なんかすごい頭を動かしてたことがもうその時スーッと眠れたりね、やっぱ人のぬくもりってすごい体を癒してくれるんじゃないかなって思います。今ね美に関してですけど、まあ何でしょうね、足を怪我してちょっとこう整えてくださる方とか、まあ、鍼灸とか、まあ、いろいろやっぱお人の手があって、まあ、病院の先生もそうだよね、何か問診する時でもそうですけど、やっぱお手当てってよく言ったものだなと思うので、なんか手をねこう自分でもこうなんかやってあげると治ったような感覚になりますね。頭痛い時やっぱこうするし、お腹痛かったらやっぱこうするじゃないですか。なんか自然のこと、お腹痛いってとお腹は見せないですよね、多分こんななるので、なんか手からはなんか出てるんだと思いますよきっと。なのでねすごい力があるかもしれない、セルフでもしかしたらすごい整えられるのかもしれないですけど、なんかね普通に生きてたらそういうものってどこかに行かないととか、なんか教わらないとできないって思ってるかもしれないです。もしかしたらその力が私あるかもって思ったら、何でも気持ちからね変えていけるんじゃないかなというふうに思ってますよ。皆さんの美容法って何でしょうね。よくあるのはまず朝起きて白湯を飲むっていう人もいるし、まあ、よく聞くのが1日に何リットルのお水を飲む。
やっぱりでもなんか水分はいいみたいですよね。そのどれぐらいの量が適正かというのは私プロじゃないのでわからないですけれども、やっぱり飲んでこう老廃物を外に出すっていうことがすごく大事みたいですね。だからついついこうコーヒーとかね、まあ、ジュースとか、まあ、アルコール飲む人もいるでしょうかけど、その水分っていうのはもういろんな意味で体に糖分とか吸収されますけど、まあ、お水はねゼロカロリーですので、そのまま排出されていくっていうのがあるみたいなので、もう絶対水は飲んだ方がいいよね。いや本当に思います。なんかある番組を見た時に、あの田中みな実さんっていうタレントさんかな、いらっしゃるんですよね。で彼女はすごい美容のこともされてて、もともとねスタイルも良くて、やっぱすごい画面見てても明らかに他の方より肌綺麗だなっていうのが分かる方なので、実際見たらすごいもっともっと美しいと思うんですけど、なんかの番組に出られてた時に田中みな実さんも出てて、まあもう一人なんかタレントさんかなんか、彼女はねっていう南さんの話をされてたんです。1日3リットルのお水を飲むって言って、普通だったらさ1本ずつ飲むじゃん。そうじゃなくてもう全部蓋を開けるんですって。するともう飲まないといけなくなるから、1本ずつじゃなくて3本開けといて、まあ、1本目2本一杯ずつお水になんか装って、だから減らしていくみたいです。そこまでして飲んでるっぽいですけど、もう そんな水分量必要なのかなっていう、なんかちょっとね体が小柄な方なのでね、いや2リットルぐらいでいいんじゃないかななんて思うんですけど、なんかそういう風にすると全部もったいないから、やっぱ持ち越せないのでっていうことも言われてたので、あなるほどな、まあ、そうだよねと思って、もうまずこれを飲まなきゃ2リットルとか 1.5 リットルと思うより、3本ぐらいあるともう1本飲む重圧より、あこれをなんかちょっとずつ飲んでいったら1日終わるわって思った方が気が楽になるのかなというふうに思っていますね。でも本当に美容法っていろいろあってね、本当にお風呂で半身浴30分絶対するっていう人もいらっしゃいますし、なのであとは階段をね登るよとかいう方もいます。できるだけエレベーター使わないで、それがまあオフィスの中なのか分かんないですけど、 できるだけスニーカーで歩くようにするとか、まあ、まあ皆さんそれぞれね何かされてる方がいると思います。でも今はインスタとか、Facebook、まあ、TikTok、まあ、それぞれですけど、まあ、リールみたいにね上がるじゃないですか。ただいろいろねこうストレッチを上げてる方のリールを、まあ、コラボみたいにして一般の方があのダイエットをずっとしていくという、自分で企画をしてその方のもともと上げてるストレッチとかのねダンスの方のダンスを一緒にやっていくっていうのを上げてる方がいるんですけど、いやまあすごいよね。あのなんかアップすることによって多分自分に何こう怠けないようにもう毎日上げるなのか2日に1回上げるなのかされてる方っていうのもいらっしゃいまして、なんかねちょうど今日たまたま見てたのが、もともとが90何キロあった女性の方なんですけど、今もう61とかにくらいで、多分だいぶ何ヶ月ももちろんかけてですよ、本当にもうなんかやっと50代になりますみたいな目標を掲げられてやってらっしゃって、でもなんかねいやそのパッと見るといやなんかまだぽっちゃりそうされてるような雰囲気もするんですけど、その方のところに行くとそりゃもう過去のリールをね見るともう体半分だよね。もうだってよ約もう40キロぐらいダイエットしてるわけじゃないですか。やっぱ人間ってこうやる気になって SNS もうまい具合に使っていくと、まあ、そういう風にできるし、逆にそれをこう毎日見てる方ってなんとなくもう気になりだすんだよね。今日どんなことするのかなとかいうのもあるんですけど、その方がね本当に今日上げてたのはテイク40とかだったかな、が結構な数を多分上げるまでに相当な数を踊ったと思うんですね。多分なんかちょっと難しいやつをされてたんですけど、なのでねなんかいいよね、なかなか自分にその厳しくってやっていくって、何か目標がないと難しいので、ぜひなんかそういうものを使ってみられるのもいいんじゃないですか。だから別に運動じゃなくても今日はもう一日この
あの下唇を上につける運動を10回しますっていうのを永遠にそれを毎日上げるっていうの、多分同じ角度で撮ってたら何か変化も見えてくると思うんですよね。でもまあ人に何かそれをアップするってことはやっぱり人に見られるっていう意識があるので、まあ何かとこううまくね自分でもやっていけるんじゃないかなというふうに思いますよ。いやなかなかでもそれなしに自分一人でやっていくってなかなか難しいかも、不思議だよね、まあ、自分のことなんですけど、何か目標とかやっぱ人に見られると、人に、報告するっていう義務が出てくるとできていくと思いますので、ぜひ。いやさ、夏はね黙ってても、まあ、汗かくことも多いですし、でもエアコンで結構芯冷えてるんですけど、なんか汗かいてるんです、そんなになんか体重の増減ってまあ、ある程度一定が保たれてるんじゃないかなと思うんですけど、中身が結構クーラーの中で冷えてるんで、これが秋とか冬になると一生懸命なんか冷やさないようにと思ってこうね代謝上げてますけどね、やっぱり女性は冷えるはねすごい敵なのでね、温めていかれた方がいい。でやっぱお腹周りと腰周り、もうこれも体質によるんですけど、やっぱりこう脂肪がつくところって冷えてるんですよ、冬でも夏でも。こうちょっとこう、私は腰回りとか結構つくので、ちょっとお手洗い行った時こう触ると、まあ、背中はあったかいんだけど、なんか腰回りってやっぱり手のぬくもりがあったかいって思うっていうことは冷えてるわけですよね。だから手にくるぬくもりじゃなくて冷えがくるから、ここはあったかい、あ普通に、あ、あったかいなとか、なんか太もも膝らへんもあったかいんですけど、この腰回りがちょっと冷たくこれさ、もう嫌になるけどね。なんかそういうのをこうストレッチとかしてそこの循環を良くすると、やっぱりポカポカと温まってきたりするので、ぜひ皆様もね、自分の体なんでこう他力でねいろんなところに行ってするのももちろんいいと思いますけど、もうこれなら YouTube を活用して、騙されたと思ってまず3日やらないとね、1日じゃちょっとダメなんですよね。でもね、これ若いとねすぐ筋肉痛くるんですけど、これ、まあ、3日目ぐらいとかね、普通あれ何やってこんな痛いんかなって本当になるんですけど、3日目ぐらいがピークだったりしますけど、でもまあ筋肉痛の時ほど動かした方がいいのでね、ぜひそこ超えて1週間できたらすごい体の変化ってご自分だけ分かってはくると、見た感じにはそんな変わんなくても、自分がねやっぱり入浴する時にこう、あーこうついたなとかいろいろ見るじゃないですか、ちょっとこれまだつまめる量が増えてるとか思いますけど、これがちょっとつまめる量がちょっと減るだけでも嬉しいんですけど、そこでやめちゃうとまた3日後には元に戻るんですよ。やったことが3日後1週間後に体に現れていくので、ぜひ試していただきたいと思います。というところで一旦 CM 入ります。 CM です、どうぞ。はい、お帰りなさいませというところで、珍しいですね、千夏お一人様会、今日はなんか体を動かそうとか乾燥に気をつけようというお話をたくさんしておりますけど、いやそうよ、絶対乾燥はねやめた方がいい、パックはした、できれば朝晩だし夜しかしないけどいやこの間ね、先日メイクさんにメイク、あね、今日はメイクさんにメイクをしてもらうって日があった時に、ちょっと朝ゆっくりだったんです。なのでちょっとこうシャワーね、夏だったんでベトベトしてた、シャワーして、あー、もう多分パックとかしていったらいいかもなーなんて思って、もう普通にねパックしていた、やっぱり良かった。だからメイクさんも大変よね、その乾燥とかしてると素人ではわからない、なんかその言うのがいろいろあるみたいなんでね、皆さん朝晩できたら頑張りましょうみたいなところ、今こういうミストもあったりするもんね、ああいうのでもいいと思いますよ、やっぱり保湿は大事だと思います。そしてちょっとお話がらっと変わりまして、まあ、告知というかね、そちらの方これ多分ねテロップ出るかと思いますが、チェアレスク千夏組発足7周年、記念チェアレスクランチパーティーがオーシャンプレイス神戸にて開催が決定いたしました。
2022年12月の8日12時から14時で開催予定でございます。というところで、まあ、チケットの販売、まあ、チケットっていうかね、チケットじゃなくて、まあ、観覧席のご予約的なものは2023年11月から開始の予定でございます。まあね、観覧席が結構ギュッ、もともとがすんごい広いっていうところじゃなくて、もともと結婚式をするようなお船のちょっとね形を見た感じちょろっとしていて、で、海が見えるところをバックにして、町屋レスカがパフォーマンスをお見せする中で、まあ、皆様コース料理をお召し上がりいただきながら、なんかね堪能していただきたいなというショーケースにしていこうというふうに思っておりますので、まあぜひまたね、こちらの番組の方でもチケットの観覧席の、まあ、ご予約始まりましたらぜひ告知をさせていただきたいなというふうに思っております。まあでもね、思う私も、もしチェアレスクをしていなければって、いやこう見えてね結構若い時はあんまりね貯める、今も大食いではないんですけど、いや本当になんか食の量っていうのが何でしょうね、あんまり食に欲が全然なくって、本当にこれってお子様ランチより少ないよねぐらいの量を食べてたような人だったのでね、本当に今結構普通にご飯食べに行って一人前、まあ、普通に当たり前ですよ、普通に食べてるんですけど、そういうのがなんか昔はこれ食べれなかったなと思っていて、それを考えると人間体質変わっていきますけれども、その分お肉もしっかりつくようになっておりますのでね、やっぱり食事をする時も咀嚼をね気をつけるだけで胃に負担がねだいぶかからないのかなというふうに思いますので、ぜひ皆様も、まあ、自分の健康はね自分でしか予防できないところもありますね。病気の場合は先生がね処方してくれたお薬とか飲めばいいですけど、そんな感じになっておりますので、ぜひ皆さん今から秋に向かっていきますが、ね、夏にいっぱいついたものをちょっとずつ落としていければいいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回は小林夏のお一人様会でした。皆様お付き合いありがとうございました。